ようございます。この天気を狙ったわけじゃないんですけど、昨夜また雪が降りまして積もりました。5センチくらい積もったんですかね。迷わないように、リボンをつけに行くんですね、志仏山の方に。で、鳩町峠から山の鼻に降りて、山の鼻から東面登山道がゴールデンウィーク中は登山できるんで、そちらの方の道の確認と危ないところ、迷いやすいようなところに、リボンをつけたいと思ってまして、それに行くところでございます。まさかこんな天気になるとはね、思ってもいませんでした。今日、夜はね、雪が降ったぐらい寒いんですけど、これから天気が良くなって太陽が出てくると思ったんで、雨がっぱ着てきました。風よけにもなるし、防寒にもなるし、雨が降ったらそのままカッパだしね。この志仏山の山容がよく見える場所、ここの木道が一番おっかないと思います。何がおっかないかっていうと、まあちょっとやばい壊れ加減にもなっているんですが、それより何よりこの木道の下の方、木は生えてはいますけれども、そのまま沢伝いに河原までストーンと抜けていくんですよね。まあ途中で引っかかったっていうのはあったような気がしますけど、ここ足元十分注意された方がいいと思います。でこの先階段になります。このウェアを着てる人がいたらとっても偉い人です。石を投げないでください。雪で木道が全然見えないですけど、天気が良ければ2日でこの木道は完全に出てきて雪はなくなっちゃいます。だから天気予報だと今日明日天気がいいから、明日にはもうなくなっちゃうと思いますね。倒木ですね。電線も引っ張っちゃったみたいですね。あ、でももう処理はしたんですね。まあ、とりあえず通行できるようにはしといたって感じですかね。まあ本格的に片付けるのはこの先だと思いますけど、機械は入れないので全て人の手で行います。切って人力でこっち側に引っ張ってっていうのですね。機械は使えません。天満沢ですね。踏み抜きでした。踏
振り向いて怪我しないように注意しなきゃね。危ない危ない。ほら、この辺りから令和4年度に作った新しく作った木道です。今までの木道と違ってね、まだ踏み板、歩ってる板がね、なんて言うんだろうな、でこぼこ、けばだってるから、そうそう雨に濡れても滑りにくいと思います。それが何年かこう踏まれていくにつれて、表面のけばけばが摩耗して、そんでツル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 、おっかなくなっていくと思います。山の花ビジターセンターまだ来てないのかな。ビジターセンターの屋根から落ちた雪で登山道が山になって通りにくいんだけど、いつもの年だとこの看板全然まだ雪の下なんですけど、もう普通に露出して、よいしょ、ちょっと尾瀬ヶ原に行ってみたいと思います。瀬ヶ原湖出てるのかな。僕も早く出そうっていう、そういう。大体いつも5月入ってからこれが見えてると思ったんだけど、もうこんなに出てるんだ。天気が良ければ水鏡に映った日内ヶ岳がよく見えるとこです。反対側から見れば至仏山も水鏡に映って非常にいい風景が見ることができるやつです。ゴールデンウィーク中の天気のいい時、ここ来たら絶景が見えますよ。ぜひ来るべきです。こんなの、雪がこんなに早く溶けてるとはね。いつもの年ならこの辺まだ雪の原だったんだけどな。で、残念なことに今日も天気悪いから逆さ日打ち、逆さ至仏見ることができない。残念ですね。すごいなぁ。いつもの逆さ日打ちの場所です。天気悪いね。